危ない。そう、もう明日から予約開始だって。ぜひ。歌ったら怒られるから歌わない。情報が渋滞する。え、そうなんだよね。ぜひあのホームページチェックしてください。お願いします。エゴさんはなぜ出演してたんですかね。エゴさんはお知らせ係です。信頼していただけているという証拠なので喜んでください。エゴさん的にどこで予約するのがですね。なんかでも生写真いっぱい発表されてたけど分かんないからね、まだ難しいよね。まだお知らせ残ってるの？まだ残ってる、残ってますよ。でも私も本当にギリギリまで知らなくて、何をどこまで発表するか知らなくて、昨日知ったんですけど、とりあえずあのチュリさんのあのチュリカメラ展の発表するってことだけは知ってたので、頼んだと言われたのでしっかり告知してきました。それだけは言われてたんですよ。なんか写真集ってめっちゃつぶやいてくれてて嬉しかった。ありがとうございます。ありがとうございます。いつか出せるように頑張ります。じゃあ次の生配信は写真集の発売決定特番ですね。これは間もなくだね。嬉しい。でもなんかやっぱさ、いつもこうやってショールームしててさ、みんな見たいなとか言ってくれるけどさ、私のファンの人だけかと思ってたの。そしたらみんなが見たい見たいって言ってくれて嬉しかったです。そうです。なんかそのいろいろ話題が出たじゃないですか、ショールームの配信中に。でそしたらなんかモバイルのスタッフさんが、なんか昨日ミナルンがイベントで写真集見たいって言ってたよって言ってくれました。最近この顔好きなの。嬉しい。でもこの前配信した時もみんなが買ってくれるって言ったからね。え、それはもう ショールームでも言ってくれて、嬉しい。あ、そう、なんか色が白い子のが見たいって言ってくれてて、だから日焼けしないように頑張ろう。ミナルンさんが色が白い子のがいいって言ってたから、日焼けしないように頑張ります。
あ、なんかあれティーンズユニットみたいなやつ、エゴさんは対象外なのでティーンじゃない現実を突きつけられましたが、可愛い子たちの応援よろしくお願いします。永遠のティーン、だから見た目だけは永遠のティーンでいれるように頑張ろう。お子さんは対象じゃないんです。またね、ちょっとみんなのことをサポートできればいいなと思います。私はつい最近までは園児だったのにはやばい園児、ついこの前まで ついこの前まで10代ですよ。応援してあげてください。お願いします。ケツの子少なかった。そう、あのエナちゃんとかね若いんだけど、髪触れ対象外みたいなので今回は。私はみんなのことを応援してます。嬉しい、ありがとう。ね、写真集も憧れるけど、写真集のさお渡し会とか、写真集ならではじゃないですか。まあ、CD とかでもやったことあるんだけど、いいよね、お渡しされたいだっていつかじゃあ私に行くね。ジュラピケのあつ森コラボ来てほしい。あれめっちゃ人気なんでしょ、絶対買えないじゃん。てかもうネットは速乾だったらしいですよ。一番自分が楽な姿勢で、今日ずっと聞いてたからずっと頭から離れなかった。でで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 で、髪フレの曲だよ。ショールームのためにメイクした感じですか。配信してたので、好き、まあショールームっていうか配信のためですね。新曲じゃない、残念ながら。君のいない世界。あ、そうだそうだ、そういえば配信してなかった。あれからパッション for you ありがとうございました。本当にありがとうございます。びっくりした、びっくりしました。嬉しい。でもさっきこうやって配信でも盛り上がってくださったけど、こうやって紙面で私のことを見たいと思ってくれる人がたくさんいたことにびっくりしたし、嬉しかったです。ありがとうございます。私も楽しみだから、皆さんも楽しみにしててください。ミラーボールが来た。
嬉しい。こんなに私が人からの需要があると思ってなかったから嬉しいです。ありがとう。自由しかない。嬉しい、ありがとう。ファッションフリーの曲歌っても大丈夫。確かにもう CM も流れてるからね。私もね、見た CM 一回。見た CM。なんだっけなんだっけ、もう忘れちゃった。タタ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 。SKE my hand。 なんかさ、サビ前にさ「イエーイ!」ってとこがあるんだけど、めっちゃ好きで、そこが撮影中もずっと「イエーイ!」だけ完璧に出したの。ゆきちゃんに「そこめっちゃ好きやん」とか言われてたんだけど、歌割りじゃなかった。つらみちゃん、あそこだからレコーディングできなかったの悲しい。あそこが一番好きだったのに。イエーイ。ロッカーはいつ撮影したの？結構前です、結構前です。だってさ、私のツイッター見てくれた人分かると思うけど、セミナー行ってたからね。でもみんながなんかいっぱいいっぱい写ってて嬉しいって言ってくれて嬉しかったです。アッカンベめっちゃ人気だった。でもなんかああいうリップシーンってなんていうの、一通り一曲流して撮るんですよ。だからここが使われるなって分かんないの、出来上がるまで私たちも。だからあそこが使われててびっくりしちゃった。そう、結構メンバーからもめっちゃなんかあの MV めっちゃ可愛かったって言われる。嬉しい。みおまるーちゃんがすごい褒めてくれました。みおまるとるーちゃんが二人で褒めてくれて嬉しかった。めっちゃ可愛かったって言って、あのアッカンベのとこ巻き戻してみましたって言われて嬉しかった。アカメ待ち受けにしました。かわいい、ありがとう。
なんでアッカンベやろうと思ったの。アッカンベって歌詞だったから、アッカンベって歌詞じゃなかったらやんないよ。顔好きありがとう。公式ブログ更新してくれたって、頑張る、ありがとう。やっぱそうやってみんなが頑張ってねって、見てるよって言ってくれたら頑張ろうって思える。公式ブログも頑張ります。お前、さきぽんがこう新しいハート教えてくれた。新しいハートで、これもなんか入ってるね。ツイッターの写真変わったね。え、何？なんかしたっけ私。これハートなんだって。え、ほんとこれ指つりそうになった。 SNS 頑張ってって言われた。うーん、 SNS 苦手。ほんと写真をさ、めちゃくちゃ撮らないんですよ私って。これも SNS。 え、ほんと？そっか、これも SNS か。でもなんかやっぱこういう喋ってるだけって楽だよね。写真撮らない、ほんとに撮らない。写真撮ろうって思うことがない。最近はだから動画を撮ってます、自撮りで。動画よく撮ってない私。ショールームは楽だす、楽だす、撮って楽です。その分写真集でチャラだって。SNS 更新アルバイトでやったから、ええー、やってくれる私の代わりに。じゃあ、10時までやろう。写真集何冊買ってんの？いっぱい。まだ出てないのね、みんな。気が早いよ。あ、でも今度ドンちゃんが写真撮ってくれるらしい、カメラで、いいカメラで。私はイルミネーションとか見に行きたいですね。やっぱり近いとどこだろう、菜花の里かな。菜花の里。免疫、免疫も確かに。菜花の里、一回私菜花の里のイルミネーション点灯したことあるんだよ。なんか一時期あの点灯式にめちゃくちゃ呼んでもらえた年があって、私菜花の里のイルミネーションも点灯させたし、あのサンシャイン栄のツリーも点灯させたの。あ、楽しいんだよね。
押したらあーってついて、めちゃくちゃ転倒させてもらった年がありました。スカイツリーのイルミネーション、スカイツリーのイルミネーションってどこ？スカイツリーがだってイルミネーションされたわけじゃないよね。今年行ったんだけどね、あのあれスカイツリーのとこに、すみだ水族館で行ったんだけど、あれすみだ水族館ってスカイツリーだったよね。に行ったんだけど、その時はやってなかったな、イルミネーションとか。私は海遊館に行きたい、ジンベエザメが見たい。ジンベエザメ見たい。オアシス21、オアシス21のさ、あの一番上のさ、あの水のとこあるじゃん、なんかあそこにさ、なんかオブジェみたいのがこう、なんか2個こういうなんか山にあってるオブジェみたいのが置いてあるんだけど、ずっとちっちゃい時あれサメだと思ってたの。だからなんか怖いとこだなって思ってた、ちっちゃい時。なんかそう、サメがさ、こう水面からこう背びれがさ出てるみたいな感じなの、こう水にこうオブジェがこうなんか出っ張りみたいなのがこう2個あって、なんかあそこにサメがいるんだ、怖って思ってた、ちっちゃい時に。あるよ、あるんだよ。小さい時ね、ぜひ検索してみて。今日のワンピース買いにありがとう。これいつ買ったかな、去年とか買った気がする、メリージェニーで。あの時に着てた、ゼロポジの岐阜に行った時に着てました。あの時ずっとコート着てたからさ、多分見えてなかったと思うけど、この時着てました。なんだっけ、なんて検索して出てくるんだろう、水の宇宙船みたいな。コケティッシュ渋滞中のジャケット写真で出てくるって。あ、コートまだ全然着てないね今年。髪の毛めっちゃサラサラになった、色は変えてないんですけど、トリートメントしてもらいました。
今日のリップはピンクです。最近はずっとピンク。え、髪の毛ほんとめっちゃサラサラ、触ってほしい。ピンク、リカフロッシュのピンクです。イエベブルベ、絶対ブルベブルベだと思います。診断したことないけどブルベだと思う。リカフロッシュめっちゃいいよ、ぜひ。私とお揃いだったらピーチスキン、どう見てもブルベだってブルベ、なんかブルベは青みピンクとかが似合うらしいんだけど、私はもうチークは長年してません。チークレス派。ワンピース素材との全然熱くない、薄い。お揃いしたいけど私ね絶対似合う。でも最近はこれはすごいピンクにしたい時に使うけど、これの上からブラウンを重ねたりしてます。これはセザンヌの安い、セザンヌのリップ超安いからおすすめ。これ101だって、ブラウンリップ。お揃いしようか。今日もなんかリップ塗ってたんだけど、あのマウスシールドをしてたから見えなかったかも。そう、わかる、マスクだとリップつけなくなるよね。ブラウン重ねたり、あれどこやったっけ私。あ、これしてた今日は、ロレアルパリのユイルカレスグロス、つるうるうるになるリップ、プルプル。高くないよこれ、1000円ちょっとぐらい。私は全然デパコス買わないので、デパコスのお会計が嫌いなんですよわかる、あのデパートのお会計、時間がない時に買えなくない。わかる、だからあの待ち時間が苦手で、あとなんかすごいなんかどうですかどうですかって言われたら断れないくなっちゃうから苦手で、薬局でプチプラを書くのが、書くじゃない、買うのが好きです。あとはスックのもう廃盤になったリップか、リップにブラウン重ねたりします。庶民的ですね、うん。結局は肌が綺麗だったらメイクは綺麗に見えると思うから、こうやってやってる。ロマンドのリップ使ってた、
でもちょっと色最近はちょっと使い道がなくてあんま使ってない。化粧水とか何使ってる？2パターンある。でも最近はめちゃくちゃ保湿するようになった。なんかね、ずっとマスクとか踊ったりとかしたらすごいメイクが崩れるなって思ってたんだけど、保湿をしっかりしたらあんま崩れなくなった。だから保湿めちゃくちゃすることがおすすめ。メイク前にちゃんとね、ちゃんと保湿することが大事。私は韓国の化粧水か無印のやつを使ってます。無印いいよ。無印の化粧導入液みたいなのをスプレーでシューってやって、高保湿でクリーム塗って、なんかさ、ベタベタするじゃん、いっぱい塗りたくると。だからスキンケアパウダーみたいなのして寝てます。あとは韓国のやつで、それもなんか導入液みたいなのして、化粧してみたいなのやってる。今インスタとか見るとめちゃくちゃ出てくるよね。だからな、結局何がさ効くか分かんないけど、自分に合うのが大事だよね。お高い化粧品使ってないです。化粧水はやっぱりいっぱいバシャバシャ使える方がいい。おすすめお話がしたい。ぜひしよう。もう10時じゃん、早っ。 10時だって。お腹空いちゃった。まったねー。おやすみー。